はい、始まりました。イシモンジャップ TV。 J リーグ関連の話題がたくさんある中、ここのところ職場での試験もあって6日ほど更新が途絶えており、もどかしい日々を送っていたイシモンジャップでございます。まあ週2回ペースのゆるいチャンネルなんで問題はないんですが、次から次へと J リーグ関連の移籍情報や開幕戦カードの発表、各チームの新体制情報が舞い込む中、YouTube 活動ができないもどかしさがあったものの、試験も無事終わり、私イシモンジャップ、ここから J リーグについてのつぶやきを再開しますので、リスナーの皆さん、何卒今後ともよろしくお願いいたします。それでは早速、ここ1月10日以降の気になるニュース8選ピックアップしましたので話していきます。それでは早速、まず一つ目の気になる話題ですが、早速移籍関連の話題ではないんですが、開幕戦のカードついに発表。J1 が2月26日金曜日、J2 が2月27日土曜日開催のスタートとなります。J1 は20チーム編成なので10試合あるのがワクワクします。個人的には応援する J2 のチームの試合がないとき、どの試合を見るのか例年以上に迷いそう。そして注目の試合ですが、やはり2021年シーズン、J リーグの開幕戦、フライデーナイト J リーグ。2019年王者横浜 F マリノスと、2020年王者川崎フロンターレの神奈川ダービー。開幕戦にふさわしい好カードだと思います。そして他で気になるのが、大型補強でパワーアップした清水エスパルスが鹿島アントラーズ相手にどこまでやれるのか、あとヴィッセル神戸とガンバ大阪の関西ダービーも気になります。あと徳島ボルティスと大分トリニータの J2 で活躍した選手が多くいるチーム同士の対決、そして大型補強で攻撃面がパワーアップしたと思われる名古屋グランパス相手に主力が軒並み復帰してしまったアビスパ福岡がどこまで守りきれるのか、かつて2018年ほどに J1 昇格のプレーオフの争いを行った2チーム同士、この因縁の対決が再び2021年の開幕戦で行われるということなので、 J2 民としては見逃せないかなと。そして一方、 J2 はこのチームが J1 昇格っていうのがはっきりとしたチームがないためか、対戦カードもこれが一番注目っていうのが思い浮かばない各カードになっている印象があります。強いて言うなら、FC 町田ゼルビアとモンテディオ山形の補強が充実したチーム同士の対決が注目かなと。あと他では、レノファ山口 FC と松本山雅 FC は、日程くん完全に仕組んだなと。あの松本山雅 FC の田中遥馬選手と、その息子山口所属の辛坊海里選手、この血の繋がった親子対決という、これは共に二人がピッチに立った時は、カメラマンが張り切るシャッターチャンス場面は生まれるかなと。親子でプロの舞台でしのぎを削るっていうのは確かに見たい。あと他では、秋田と相模原の昨年 J3 だったチームが J2 の舞台でどこまでやれるのか、初挑戦ということですので、 J2 の怖さを初戦の対戦相手でもある群馬と京都が見せつけられるのか、特に秋田は圧倒的な強さを誇って J2 昇格しているので、2020年シーズン終盤戦無敵の強さを誇った群馬が秋田相手に J2 の恐ろしさをガツンと教えることができるのか、注目かなと思います。そして次、気になるニュース2つ目、鎌田二郎選手が柏レイソルから相模原へレンタル移籍。これは意外でした。年齢も35歳ながらレンタル移籍である事実もびっくり。上島選手の復帰もあり、柏レイソルのセンターバック選手の層は異常に厚いのでやむを得ないのかもしれません。2019年シーズンは柏レイソルの J1 昇格に貢献したセンターバックがまさかの J2 に舞い戻る事態に。仙台時代も含めて経験値は半端じゃないので、フィジカルの部分での衰えが見えてもおかしくないくらいの35歳という年齢を経験でどうカバーしていくのか。味方を声で使うこともうまいディフェンダーなので、 J2 初挑戦の相模原にとっては頼もしすぎる男の加入かなと思います。そして次、気になるニュース3つ目、カイオセザール選手がビファーレン長崎に残留。長崎サポーターとしてはめちゃくちゃ嬉しいでしょうし、補強レベルの残留劇かなと思います。ビファーレン長崎以外の J2 民としては嫌なニュース。川崎以外の J1 チームならレンタルバックするのが普通だと思います。もう J1 行きなよと思うくらいスライドの長いボールダッシュとテンポの良いワンツーコンビネーション、そしてまたぎフェイントにロングシュートはインパクト絶大なので、今年もビファーレン長崎、カイオセザール選手の残留により昇格争いに絡むのは間違いないでしょう。そして次、気になるニュース4つ目、藤田ジョエルチマ選手が東京ヴェルディから徳島ヴォルティスに移籍。そしてその藤田ジョエルチマ選手が抜けた東京ヴェルディに、徳島ヴォルティスから梶川選手がレンタルで3年ぶりの東京ヴェルディに復帰と、トレードのような形に。まず徳島ヴォルティスとしては面白いですし、めちゃくちゃいい補強したなと思います。
今オフシーズンの私が一番注目した移籍の大目玉選手、藤田ジョエルチマ選手の移籍先として、徳島ヴォルティスは出番もありそうなので何より、徳島は監督が変わり不透明なところはありますが、そこまでサッカーのスタイルが変わらない人選をしているはずなので、徳島のサッカーに合うと思います。仮に徳島の絶対的中心の岩尾選手が怪我した場合も代わりになれますし、もしかしたら岩尾選手からポジションを奪ってしまわないかと心配になるレベル。J2 民としては今シーズンの徳島ヴォルティスは要チェックかなと思います。そして藤田選手が抜けた東京ヴェルディに、梶川選手が3度目の東京ヴェルディに加入でのレンタル復帰。あと、ギラバンツ北九州から加藤光健選手も加入しますので、藤田ジョエルチマ選手の抜けた大きい穴を、梶川選手と加藤光健選手の二人で塞ぐことが求められると考えられ、藤田ジョエルチマ選手の偉大さを感じさせてくれる、東京ヴェルディの中央選手の補強かなと思います。そして次、気になるニュース、5つ目。京都サンガ FC のキャプテン安藤潤選手が引退、そして市立選手と金久保潤選手が退団決定と、サンガに長年貢献した3人が2021年シーズン京都サンガ FC で共に戦えなくなるという悲しいニュース。細かい振り返りはまた別の動画で撮ろうとは思いますが、まず安藤選手に関してはサンガのブランドアドバイザーに就任ということ。もう1年選手として見たかったのが正直な感想。彼こそまだやれるやろうにの代表、しかし怪我により思うようにプレーできなくなったと言っていることから仕方がないのかなと思います。かつて J1 時代のサンガを経験している貴重な現役選手、ひとまず長年の現役生活お疲れ様でした。そしてありがとうございました。また違った形でサンガに貢献する安藤氏を見守ろうと思います。そして石水選手と金久保選手も本当にありがとうございました。石水選手は2014年シーズンから7年間サンガ在籍ということで偉人。彼から生まれた得点は数え切れず、特に大黒選手とトゥーリオ選手へのアシストは絶品。全国区になったフリーキックも映像として残してくれましたし、スピードと精度の高さを兼ね備えたキックを失うのは本当に惜しいです。彼がコーナーキックを蹴ると得点が入る気がすごいしました。彼と一緒に J1 昇格したかったのが本音です。そして金久保潤選手ですが、この選手はめちゃくちゃ上手い選手ですし、一緒にサッカーしたら間違いなく面白いんだろうなと思う選手。練習とか現地観戦してたら一番印象に残る感じがあります。2019年はスルーから他の選手がゴールなどが多く、彼のポジショニングの位置でチームの状況がよくわかるくらい2019年の象徴のような選手。2020年シーズンはそういうシーンがあまり作れず、実吉監督から信頼はされていたものの、戦術の関係上序列が徐々に下がっていくのは見ていて辛かったです。しかし技術は確かなので、どこのチームが獲得に名乗りを上げるのかが楽しみです。そして次、気になるニュース6つ目。山口和真選手が鹿島アントラーズからレンタル先の水戸ホーリーホックを経由して松本山雅 FC に完全移籍。これはマジでびっくらこきました。この選手こそ絶対 J1 に移籍だと思ってました。鹿島復帰じゃなくてもせめて他の J1 チームくらいは個人昇格移籍すると思っていただけに、松本山雅 FC は相当お金積んだんじゃないかなと個人的には見ております。それくらいいい選手なんでと思った J2 民は私だけではないんじゃないでしょうか。松本山雅 FC の J1 昇格への本気度が見える大型補強の最終の締めにはもってこいな補強だと思います。松本としては昨年の汚名を返上して、例年通り J2 では強い昇格争いに絡んでくる松本山雅 FC が見れるのではないでしょうか。そして次、気になるニュース7つ目。ジュビロ磐田にあのレジェンド中山雅史氏がトップチームのコーチ、そして前田良一氏がアンダー18のコーチに就任。歴代の J 得点王の磐田の象徴2人が磐田にコーチとして復帰は非常に熱いニュース。指導を受ける選手としてもモチベーションが上がりそう。特に中山選手はっていうか、まあ中山氏はプレースタイルとは相反するように選手目線をしっかりと分析した解説をしている印象がありますので、おじいちゃん監督の鈴木氏のもとジュビロ磐田に新しい化学反応を起こしてくれる予感がします。そして次、気になるニュース8つ目。各チームの絶対的エース外国人選手の動向に明暗がくっきり。鹿島アントラーズのエベラウド選手は中国に移籍の行こうと思われた中、逆転残留。一方、横浜 F マリノスのエリキ選手と柏レイソルのオルンガ選手が海外に電撃移籍。移籍先が中国とカタールっていうのがもう、ここ15年くらいの J リーグの天敵。嫌気がさして再び J リーグに戻ってきてほしいと思うところです。ひとまずオルンガ選手の移籍して即出場に関しては笑っちゃいました。先日ルヴァンカップ決勝出たばっかなので、休暇がありますかと心配になるレベル。
そしてエリキ選手の移籍も急展開でびっくりしました。しかし横浜 F マリノスの助っ人外国人はここ近年ほぼ当たりなので、ここは心配しなくてもいいかもしれません。そして最後にエベラウド選手の残留、2021年シーズン得点王候補に間違いなく名前が上がる選手、2年目の J リーグではいかに、ひとまずあの空中戦での滞在時間の長さは背中に羽が生えているんじゃないかと思うレベル、再び2021年シーズンも得点量産になるのか要注目ということで、以上気になるニュース8選選んでみました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。